でございます、今回もガチャ枠やっていきたいと思います。で、今回も、前回の動画はね、9月11日に撮ったんですけど、今回は9月14日、明日には終わってしまう。でまあね、その前々日のガチャ動画はどうしたのかっていうのはね見ていただければわかると思います。まあ、とりあえず、ガチャね、やっていきます。で、とりあえずね、ちょっとね、枚数と SSR の枚数は隠しておきたい。で、どうなったのかっていう感じですけどね。とりあえずこんな感じでございます。まあ、結構引いてるんだよね。まあ、右下見ていただけるとわかるんですけど、50回目には記憶が5個。ね、まあ、そこら辺付近までは回してるんですよ。で、私の目的はラクロアとベロニク、この2つがね、出ればいいという感じで、とりあえず封入枚数と SSR の枚数は加護している状態でございます。ではね、どういう結果なのかと。まあ、大半の人はもしかしたらその2体がまだ出てない状態なんじゃないかなと。で、違うやつが2体出てるんじゃないかなとか、っていうのを思ってると思うんですけども、結果はこちら。はい、残り16枚に対して SSR4 枚。気が弱い。気が弱いよ。ね。ということで、まるまる全部残ってます。ね。困ったもんですよ。ね。なので、2日間ですね、ガチャしたところ、SR とレアしか出なかったということでね、動画にしてもしょうがないんじゃないかなと思って、2日間は動画にしませんでした。でね、しょっぱなね、金出るんだけど、全部 SR なんだよ。ね、期待だけさせる。ね、そういう感じなんですよ。まあ、さすがに、16枚のうち4枚が SSR、となるとね、4分の1、だからね、出るでしょう。さすがにね、出るでしょう、すぐ。これで最後まで SSR4 枚残ったら、ある意味、引きがいい。ある意味の引きがいい。ということでやっていきたいと思います。とりあえず、1回は引いてます。あの、ミッションのためにね。まあ、出なかったんだけどね。相変わらずの撮影外に1枚引いても出ないから。はい。ということで、やっていきますよ。さすがに出ようか。はい、赤、出ない。はい、出ないね。はい、16分の4。4分の1引けなかった。まあ、4分の1だよ。4枚に1回は出るってことだから。ね。4枚に1回は出るんだ。4枚で2枚出なかったよ。ね、引っ張る。そこまで引っ張るみたいなね、感じですけども、とりあえずね、やっていきましょうか。さすがに出たろ。うん、そうだろうな。カリーネだしな。もう欲しいやつじゃないんだよ。欲しいやつじゃないけど、まあいいでしょう。ね、SSR、こうなったら SSR 全部もらおうか。という感じで、まあやっていきましょう。もうこっから全部 SSR でいいんじゃないか。出ないしね。もう出ないから。12分の3。3分の1なんだからね。今度はね。3分の1。はい。3分の2が外れでした。ね。次は出るでしょう。ね。くじ引きとかでね。3個に3枚入ってるうち1個は当たりだよっていうので引いてね。当たるでしょう。普通に考えればね。まあ、確率は11分のっていう感じだけども、今のところね、まあ、3分の1かですよ。SSR の確率はね。じゃ次は出るでしょうと。ほら、出た。ほらね、力を貸して、ベロニク。まあいいや、記憶がね、記憶が入ったとき、よしとしようか。まあ普通に考えて、まあただでレアガチャを回せてるっていうのを考えればね、いいよね。まだね。で、
あの問題はラクロワなんですけど、出るかな。まあ前のイベントミネットの時にですね、まあミネットが欲しくてやってたんですけど、60枚全部回してラストの1枚がミネットだったっていうね、経験がありますんで、そのパターンがラクロワにあるかもしれない。よし、引くよ。よし、どっち？オッケー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 、リセットしよう、リセットしよう。ギルバートはいいんだ、ギルバートはいいからリセットしよう。目的は達成したからね、長かったということで明日で終わっちゃうから、ということでリセットしていきたいと思います。まだクロワが終わってね、今ね、まだクロワをね4突したいんですけど、まあその他にもなんかリセットしてね、持ってるキャラで突りたいやつがいて、このね、下のやつも、うまい具合にいいのがあれば、そっちにしたいのもありますよ。まあ新書ガチャでね、ラクロを選ぶっていう点もありますから。ということで、リセットしていきたいと思います。はい、ということでね、リセットが終わりましたよ。ね、終わりましたよっていうかもう、飽きた。リセットすることに飽きた。もう30分ぐらいやってましたよ。ね。ということで、もう妥協ライン。まあ、とりあえず、ラクロワと、まあ、ロザリーが持ってるので、これでやっていきたいと思います。もうね、もうね、もう飽きた。リセット飽きた。はい。ということで、これでやっていきます。もうこれでやっていく。で、まあ、SSR、しょっぱなにベロニクが、出てきましたらリセットしたいと思います。まあなぜならね、明日で終わってしまうので、まあ4突するためにはまあ先に出たらねリセットしてもう1枚出せるようにしておかなくてはいけないということで、回していきますよ。ガルムはいらないけどね。ということで、まあまあね、8回引いてね、とりあえず3枚出ましたんでね、また60分の4、20分の1ですね。20分の 1? 違うな、60分の4、10、15分の1か。まあ、とりあえずもうやっていきましょう。もうリセットするのに疲れた。ということで、一発目、やっていきましょうか。出ないわな。SR 出るんだよくな。とりあえずベロニクがしょっぱなに出てくれればすごい嬉しいんだよね。なんとか4突したいんだよね。ね、イベントでしか手に入りませんのだ。あ、もう出た、期待外れ。もう金なら金でいいじゃないか。出なそうだな、出なそうだな。4突無理かな。ね、4突無理そうだね。こいつは無理だ。こいつは無理だ。こいつは無理だ。さて、ちょっと流れを変えましたけども、ベロニック出てほしいよ。期待外れ。もうやめてくれる、そういうさ、期待させて落とすの。それかもう銀でこの前みたいにね、出てくんねえかな。もう SR ばっか出やがって。出ないですね。もう早速もう10回引きましたけど、もうすでに18回引いてるわけですよ。ね。トータルでね。さあ50分の4。ねえ、まあ約12、3分の1。金がね、とりあえずね、2回出たけどね、巻物はね、いいんじゃなかった。もうやめてくれる？そういうのやめてくれる？熱くもなんともない。盛る？SR よく出る。出なそうです。SR よく出る。何なんですか、そのニアピン的な感じ。
起きた、来い。惜しい惜しい、惜しい、惜しかった惜しかったね。そこでベロニクだったらよかった、すんごいよかった。ベロニクだったらよかった、言い過ぎだけどね。まあいいんだ、 SSR 出ただけで OK にしようかね。ね、ほんとねしか言えない。ラストね、勲章はラストですよ。残念、惜しかったね。ベロニック出たらちょっと4突の可能性を秘めてたね。でね、まあ前日前々日とね、石も使ってもう2個しかない、2個しかないんだよ。回すよ1個だけだけど残念すぎるだろ。ということで、まあ、今回の、あれはね、まあ、とりあえず、まあ、さすがにね、16分の4あってね、まあ、3枚出るのはいいんだわ。まあまあまあ、確かにロザリー出た。いいか、もうね、あそこベロニクだったら俺すんごい叫んでたと思う。まあ、とりあえずは、明日ね、明日にかかってます。44枚のうち、ベロニクがいつ出てきてくれるのか、そんな感じですね。まあ、ミネットの時もね、2突しかできてなかったんですよ。で、残りは石でね、貫突させましたんで、無理か、無理かな。ちょっとね、希望はね、ちょっとね、なくなってきたよ。希望がなくなってきた。まあ、とりあえず明日にかけましょう。明日で、まあ、とりあえず、勲章を集めるのはね、最後になりますんで、頑張ろう。頑張ろうとしか言えない。惜しかったね。あそこでベロニク出たらもう、よう喜び。ということで、まあ、今回のミネオリアガチャ、ここまでにしたいと思います。明日ね、明日。明日、せめてまあ、ベロニク出ないとしても SSR1 枚くらいよね。ラクロアか。ラクロアが出てほしいけど。まあ、何もない、何も SSR が出ないければ多分動画にないかもしれない。もうしないと思う。まあね、でも明日方がいいっていうのもあるのかな。まあやっぱり同じ境遇の人もね、中にはいらっしゃるかもしれませんので、まあそういうのを見てね、ちょっと励みになるかもしれませんけども、まあまあとりあえず SSR が弾けるところを見せてあげたいという私の考えでございます。ということで、今回のガチャはここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。アスナでした。それでは、また。